ということで、はい、今回は投球編、はい、スピードアップです、はい、もういきなり始まりましたけどね、はい、もう10分喋ってるからね。そうなんです、あの前の動画見てないって方は見てみてください。前の動画が来たらスンって入れるからね、はい、もういきなり始まっちゃうから、はい、6月10日に私が始球式をするということになりまして、そうで俺が6月10日に楽天対巨人戦解説するっていう話になってます、はい、でそこの始球式のために前回はノーバル届いたので、うん、今度は球速アップをしようということで教えていただきます。ですアスリート化して俺は加納さんに挑戦状やって言ってるねバレーですよねバレーでね、はい、じゃあまずは前回のおさらいとして、はい、ちゃんと投げれるのかどうかやってみましょう。まずね、はい、あれ以来ちゃんと投げてないですよ。いや関係ないから一回身につけて覚えてるから。はい、やりますよ。ちょっとマイケン体操、肩のマイケン体操、ちょっとこれ違いますね。分かんない形がよく似てるよ。肩の柔軟性、こうやってよし、はいはい、ありがとうございます。いきます。すごいじゃん。なんかいいですよね。いい、はい、いい感じ、いい感じ。いきなりなのに。運動神経いいんですよ。やるね。イエーイ、佐藤さんに褒められた。よし、行きます。お、すごいじゃん。これもう届きそうですね。普通にキャッチボールできてんじゃん。はい。これってもうまだ距離ないか。おー、すごい。お、いいじゃん。じゃあもう球速測ろうよ。いけます？うん、今何キロか。ごめん、見てくださいよ。何？球速をちゃんと。あれで測れるんですか？そうです。すごい。これめちゃくちゃすごくて、あの回転数とか全部測れるらしいんです。キレとかもじゃあ分かるってこと？へえー、すごい。じゃあちょっと失礼いたします。これちなみに、何キロまでが表示されるとかラプソードジャパンの、三度支社長、日本支社長は70キロとおっしゃってるんですけど私が計測した中で一番遅いボールが 65.2キロ、はい、65.2 キロが今まで測った中で一番遅いボールだそうです、はい、それ以上であれば必ず出ると出る、はい、私の今のボール何キロぐらいな感じでしたか大体。そうですね、見た目47キロぐらいかな47キロ。じゃあ行きます。おーおー、出ないですね。球速は出ないそうです。球速が出ないからあの出るようにしよう。はい、まずは出るように。だから今の始球式とかには OK なのよ。はい、でも多分やむなりすぎるから出ないのよ、うん、そうですね。だからもうちょっと低く投げれるように、うん、今から練習します。はい、じゃああのランプが緑になったタイミングでお願いします。じゃあ今日佐藤さん投げられるんですか。そう、投げられるよ。97キロですね。はい、ちなみにちょっとここの縦の変化量というのを見てほしいんですけど、これがあの伸びに値します、はい、で NPB 平均が40から41センチというところで、はい、それを軽く超えちゃってるような。すごい、まあ、それは当たり前伸び？キレとは違うんですか？伸び？伸びですね、球の伸び、シュッていう。だからしっかり指にかかってるかどうかってこと。そういうことなんですね。あ、平均が41から、そうですね、40から41センチぐらいが NPB 平均になります。プロの、はい、レベル低い。それで46出てるってことですよね、はい、ちなみに藤川球児さんが60センチ。でも 俺50が出るぞ、今でも。ですか。で100キロ出たら多分50出ると思う。おお。今ちょっと垂れたな。あ、今ちょっと垂れたもんね。あ、でも分かってきたわ俺。球速は100キロ出てます。うわ、怖い。ナイスキャ、ナイスブロッキング、ナイスブロッキング。佐藤さん今のどうですか。あ、今うまい。今良かったよ。107キロですね。お、最速ですね。すごい、いいね。すごいですね。よし、これでじゃあ、はい、高松さんにスピードが出る練習です。はい、お願いします。
じゃあちょっと何球持ってきて、何球。じゃあまずは、はい、しっかりボールをに力を伝えなきゃいけないじゃんね、うん、若干箱川さん抜けすぎだから、はい、まあ、でも届かないからね、はい、しかないんだけど、そのまずやる、今やることは球速アップに腕を強く振る練習しなきゃいけないから、はい、でも前に投げるのはどこ行くか分かんないから不安あるし疲れるから、今日今からやることはこれです。見てて、はい、地面こう下に思いっきり投げます。はい、でできるだけ自分の動かないでも取れるところ、1歩2歩ぐらいで、はい、でできるだけ高く、はい、高く上がるように、はい、で、できるだけ真下に、これで腕をしっかり振るのと指にしっかりかける練習をします。はい、はい、できるだけ高く、高く、で、できるだけ地面に、もう思い切って、思い切ってしっかりしたフォームでそのまま思い切って真下、本当に今までのこういうフォームで、そうそうそう、真下、はい、いきます。向こう行っちゃいますね。もっと最後まで。最後まで。こう持って、はい、持ってで投げて最後まで、で足上げて最後にここで下。だからもうここら辺に。はい。そうか、ちょっと怖くて向こう行ってましたね。うん、真下、本当に真下。こういうことです。そう、うん、でしっかり腕振る。はい。あー向こう行っちゃう。下に投げるの結構難しいですね。最後まで行けて、あーすごい。だから最後こっからガーンってやんなきゃいけない。箱川さんこっからこうやって前行くから、こっから。だから軽くやってみて、軽くでいいか。まず力入れないで軽く、はい、下に軽く。そうイメージ的にはもう一回もう一回、はい、軽くそうそれでもうちょっと強く、もうちょっと強くしてみて、はい、これこうは来ないですか。うん。それがちょっと怖くて。来るかな、来るのかな。俺は来たことないからね。こう来ないかな。それはないですよ、はい、もうちょっと強く、はい、そうでも前よりさっきよりいいですね。で、できたら、はい、こう避けたらいけるから。袴さん、はい、貸して。袴さん、こうやってやるから危ないの。こうやって、はい、こう、ちょっと避けながら避ける。投げてみて。投げるときにちょっとこう、はい、避けながらこう、ああこっちにって、そう、はい、そしたら顔当たんないから、はい、こうですね。そう、はい、そう今の感じなんとなく今ちょっと感覚分かりました。今の感じしっかり左足に乗って、はい、乗ったまま、そうそういう感じ。袴さん右足に残りすぎてるから前取ったら、はい、左足にしっかり乗せて、そう、はい、で腕振る真下に強く、おそうちょっと上に行きました、はい、そう、いいね、今の一番いいね、はい、あ、痛い、なにここ。自在球しかもここにあった。ほら自分に当たりました。男じゃなくてよかった。多分今の男の人だったら立ててないですよ。じゃあ赤間さん、今のさ、はい、今の感じでここに投げて、俺に今の腕の感じで、今の腕の感じの振りでここに投げて、強くて、近くて強くていいですか。そう今の、こういう軌道になるんですね。今の、あ、すごい、形は一緒よ、はい、
そう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 。おお。前に飛んでる。横だ。はい、前に行ってます。すごいですね。すごい。プロでした。今の今の今の。近かったら近かったら。おお。すごいじゃん。結構いい球な気がする。めっちゃいいよ。はい。最初のやつと見比べてほしいよ。めっちゃいい。うわすごい。おお。まっすぐはやっぱここを変わる。そうそうそう、これですよね。ここの感覚掴んで、ここの。はい。近く。遠くても一緒。そう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 。うんうん、遠くても一緒。はい。それでもここでも届くんだから、一緒の高さで。そうですね。一緒だから。そう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 、それ届いてるじゃん。はい。でもちょっとまだ遠いな。中間さんここで一回練習。はい。軽く投げて。はい。や山なり。いや普通あのそのボールの感覚つかむだけだから。はい。何球つかんでしょう。違うな。掴むだけ。でも今の感じでいいんだよ。スリット感が。その感じで。はい。そう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 。もうちょっと強く。もうちょっと強く。それでもうちょっと強く。はい。抜けました。ロジンが欲しいですね。あ、うわこれ、始球式でたまにこうなる方いるじゃないですか、うん、今のこういうことなんだろうなと思いました。こうなるから。あ、基本のキラ忘れちゃダメですね。ちょっと待って。なんで？なんで？ぐらついてるからいけないんだな。ぐらつく。ちょっと。はい、ということで、はい、体温まったんで。ピッチングを。いやもう疲れてるやろ、完全にバテバテですね。で、赤松さん、はい、しかも見て、時間もうあと残り使用時間5分。もう一球一球。もう今整備してる、片付けて整備してください。はい、ちょっと一球投げたい。今日終わりです。終わり。まだ次回です。終わり。はい、でもちゃんとは投げれてるんで。はい、ちゃんとは、はい、急速アップへの道が、はい、まだ道仲間なんですけど、はい、もう袴さんの肩が疲れちゃって、はい、で時間なくてもう今日終わりです。うわー、嘘ー。2時間しかない。2時間しかしよう。そうでしたね。はい、だまだちょっと疲れすぎたね、やりすぎて、はい、やりましたね。だそこを反省して、はい、次回また元気なうちにやりましょう。はい、ということでまだまだアスリートの道続きますので、はいはい、ぜひ次回も見てください。お願いします。さよなら。